小判ザメ商法とは、小型船などが集客力のある商業施設の隣などにお店を置くことを言い、中小企業での戦略の一つとも言われています。開店したばかりのお店などがこの手法を使い反則展開を築くこともできます。さまざまな諸説はありますが、皆様が知っているようなお店、またはすでに大きくなっているところなども過去に小判ザメ商法を使って成功したというところがたくさんあったりもするんです。皆さんはどういうところが思い浮かびましたか？